おはようございます。うーわ、またなんかバグってんなこれ。あ、りょうたくんがね、活動休止をするみたいです。みんな、なんと昨日ツイートしてましたね。昨日ツイートです。 TikTok ライブおよびツイキャスライブ活動を休止します。自分の中でいろいろ考えることや精神的な悩みが原因です、復活は未定です。みんなまた会いましょうということでね、ツイキャスと TikTok を活動休止。うん。お前のせいだね、私のせいなの。なんで私のせいなの。もしかして私のこと好きになっちゃったんじゃないの、恋の病みたいな。恋の病で。お休みなんでね、私にさ、こうしちゃって、みたいな。今、りょうたのリスナーも見てるかな、ここ。りょうたのリスナーでーっていうの、いるかな、しょうこちゃんとかさ。いつも、りょうたの応援をしてる人、いないかな？あんまり私の枠見ないかな、朝とか。でも、りょうたは、定時放送がだいたいお昼ぐらいなんだよね。まあ、被ってるっちゃ被ってるよね、時間帯はね。午前中だし、みたいな。だいたい定時はお昼とかにやってんで、あの人ね、TikTok を。うん。11時とか12時とかさ、1時とか。だからまあ、リスナー層的にはうちと似てんじゃない？女の人で、まあちょっと、40代とかさ、30代みたいな。うん。主婦とかも多いと思うんだけど、モンジョリリスナーの責任？なんで？りょうたが活動休止したのがうちのリスナーのせいなの？それって私のせいなの？うん、当分配信者と絡まんない。私ね、その配信を見てないんだよ。TikTok でね、最後に放送したんだって。お休みしますって。その放送さ、探しても出てこないんだよ。切り抜きに上がってる？なんか泣いてたみたいなね。私は第三者から聞いた話しかわかんないんだけど。これか。あったね。ちょっと見てみようかな。いや、私はね、連絡は取ったんだけどね。取ったところ、なんでって聞いたらさ、まあ、私もこの放送見れなかったから、ちょっとびっくりしたんだけどね。ツイートを見て気づいたからさ、あとリスナーさんの連絡を。旅行帰ってきたのになんで急に休止なのみたいな。まさか旅行中になんかあったのみたいなさ。どうしたのみたいなさん。って何私のせいかなみたいなさん。いや、普通にね、旅行とかのさ、画像とか送ってんのよ。送って、帰ってきてね、整理して送って、みたいな。送って、こういうふうにね、普通に楽しかったね、みたいな。旅行楽しかったね、また行きたいね、みたいなさ。したら、昨日の朝でね、昨日の朝。朝10時27分ね、また行きたいね、みたいなさ。おはよう、とても楽しい一泊二日だって、また行こうね、みたいな。昨日のね、10時54分に。うん。それならペコリみたいな。活動休止って何があったの？みたいな。ね、旅行行く前の2週間前に精神的な疲れ。まあ、これは多分 TikTok で話してると思うんだけどね。
リスナーの管理がやっぱり無理だったわと。書いてきて悩んだ結果、活動を休止するみたいな。みたいな。そうなの？みたいな。で、なるほどって、少し休んで配信したくなったのでいいかもねって楽しみ待ってるリスナーさんもいるからね、みたいな。ね、旅行は本当に楽しかったよってね。また奈々ちゃんにも会いたいし来るね。でも数字に追われる TikTok で。匿名機能がないリスナーの管理。他の枠でコメントやギフトが全て見えちゃう部分で管理するのが難しいし。精神的にもいろいろな部分で疲れて思うように。自枠が楽しいからそんな中ライブするのダメやかなって。判断した結果休みますと。あまり無理せず自分らしくね、みたいなありがとうで終わってんね。うん、でもこれはいつも言ってることだからね、りょうたが自爆で。自分で話して、ツイキャスでも話してた、これは。うん。内容的にはね。別に内緒のことじゃなく、普段から言ってるよね、こういうことはね。まあ休めばいいんじゃないかなと思う。休みたいときは私は休めないっすけどね。一日でも休んでたら猛攻撃みんな。なんで休むんですか？定時放送って何なんですか？とかさ。はぁ？みたいな。一日ぐらい休ましてよ、みたいなさ。ね、一日休めばもうリスナーは離れます、みたいなさ。メンバーシップ抜けます、とかさ。脅してくんのよ。ただね、やっぱね、TikTok とツイキャスってちゃうんだよね。やっぱりリスナーさんをちゃんと管理しなきゃダメだし、なぜかっていうとやっぱりお金に特化してるからよ。ね、リスナーさんとの関係性とかさ、距離感とかさ、やっぱり大変なんだよ。マジ。まあ、例えるならキャバクラとかホストみたいな感じよね。イメージとしては、ツイキャスがスナックだとしたら、TikTok はキャバクラとかホスト。うん。ね、お客さんがいて、みたいな。リスナーさん怒らしたとかじゃなくて、まあ、あるんじゃない？他の配信者とのつながりとかさ、関係性も。例えば、リスナーさんが他のとこで、ねえ、りょうたの爆投げしみたいのが他で投げてたりとかさ、そういうのもあんじゃないの？リスナーを取った取らないとかさ、あっちではこうでみたいな、そういうのあるじゃん。なんかそういうのがいろいろ重なっちゃってんじゃないかな、みたいな。ただね、旅行中ね、全くそんな話しなかったから、私もびっくりしたんだよね。その時にね、私とか機長くんにね、相談してくれればよかったな、みたいな。まあ、畑は違うけど、ね、キャリアはあるからね、私たちはさ。何らかしら解決みんなでさ、解決できるかもしんない。どの立場？もう9年間やってんだけどね、走り続けて。そんなんね、いっぱいありましたよ。いっぱいいっぱいそういうの乗り越えてね、今があるんすよ。こんなさ、リスナーのね、なんちゃらかんちゃらとかさ、管理とかね。そうでしょ。そんなんしょっちゅうすよ。ただやっぱり、逆にさ、そういうのはさ、リスナーを乗ってる人が多い方が楽かもしんないね。管理とかいらないからね、ぶっちゃけね。人が増えれば増えるほど自由にできるとこもあるし、できないとこもあるし、みたいなさ、そういうお金とかも、少ないところ取るより、多いところ取った方が楽だと思うしね。お互いに悩みはあると思う。お互いに悩みはわかると思うんだよね。旅行中は楽しもうと思ってた？まあ、コロナになったっていうのも大きいんじゃないの？ねえ、旅行行く前にコロナになって、ちょっと、精神的にも来ちゃったんだね。コロナってほら、精神的にも落ちる病気だからさ。結構ね。すぐは治ったけど、そんなね、重症化はしなかったけど、まあ、病気になったり、そういうね、
配信の悩みもあったし、旅行もバタバタしたし、みたいなさ。なのでちょっとお休みが欲しいかなっていう感じね。うん。そう。あとね、こないだ大きいイベントが終わったばっかだから、ちょっと気が抜けてるっていうのもあるんじゃない？もう全力で、ね、1日14時間とか彼はやってたからさ、配信をね。毎日毎日1週間ぐらい、十何時間やってたんだよ。そうので、ちょっとね、ポッと気が抜けた感じなんじゃないかなってさ。うん。そうだよ。いや、結構 TikToker は休むみたいよ。うん。結構なんか、そうやって休止とかもなんか当たり前みたいな。大手さんとかさ。まあ、ツイキャスとかね、ふわっちとかだと大騒ぎだけどね、一週間とかさ、一ヶ月とか休んだのね、死んだ噂流れて、勝手に家とかにさ、ね、配信者が棒持ってさ、やってくるじゃん、わんさかわんさか。事件だの、なんだの、つってさ。うん、リョータッチは配信盛り上げようと頑張っていい子だったのに一部のリスナーうるさきつった？あ、うちの？ここの匿名がってこと？そういうのにも疲れたってことかな？でも行く前のさ、愛子ちゃんの絡みも疲れたんじゃない？ああいうのも。じわじわ聞いたんじゃないの？私だって疲れたもんね、あの愛子ちゃんの絡み。一週間続いたさ、連れてく連れてかないの。私も結構疲れてたでしょ。だから、りょうたも相当疲れてたんじゃないかなって、貴重くんもね。そうじゃん。じゃあ、私のせいってわけじゃないし、旅行は楽しかったって文章的に入ってるかな。うん。まあいいんじゃないかなって、休んでリフレッシュしてまた戻ってくればね。うん。私は休めないですけどね。休み欲しいぐらいでは1ヶ月ぐらい。ね、休んじゃったら半分ぐらいリスナーいなくなるんでね。本当に。過酷よ。休もうと思っても休めないんだからさ。定時放送してるからな。うん。なんかまあ、いい刺激を与えてんじゃないかなって、お互いにね。私たちは。うん。そう。相談とかも受けるときもあるしね。私も相談することもあるし。うん。まあいい関係性なのかなとは思うけどね、お友達としてさ。うん。うるさいね。朝からガチャ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 ね。ちょっとアイテムぐらい投げてくれたな。ほんとに。無料ポイント、無料ポイント、無料ポイント、無料ポイント。無料、無料、無料。無料、無料、ほらくれよ。無料、無料、はい、しろよ。無料、無料、無料。無料、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 無料。なんで、ふざけんなっつんで、旅行配信してね、2万円だよ。ねえ、収益、ふざけんなと思ったわ。もう配信やめたいと思って、こっちが休みたいわな。あんなさ、何十万円ぐらい使ってさ、それで文句言われるんだが、ガチャ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 ね、なんなガソリン代払えとかさ、なんちゃら出せとかさ、ふざけんなっつんだよ、ほんとに。うーん。